い、どうもヒデです。こんにちは。178とマグナムでやっていこうと思います。東京で反応しないんでマグナムやる方はす釣れとる。あー、釣れとった。マジかよ。釣れたと思ったんだけど、あれなんか動かんからおかしいなと思って、あれゴミかなと思ってしたら、ちょっと様子確認してたらバスでしたね。最悪やん。頼むよ、一匹連れて。チーンやがまた。情けねえ。さっきちょい黒めちゃめちゃ流したのに出てこんかったのに、マグロのアルカトラスで一発する。頼むよ、もう一回お願い。もう帰る時間じゃん。ちくしょう。さっきのリアフックだけやったもんな。なんで一瞬ゴミかと思ったんだろう。全然急に泳がんかって。あれ泳いでたはずなのに、なんか急に全然なんか泳がんけ、ビニール袋でも釣ったんかと思ったら、ちょっと様子確認してたら、まあ、あれもね外れたっていう。最後までバスだと思っておけば思っておけば、そういうやり取りしとけば、はい金より痛恨のやつやらかしてしまいました。ラインブレイクではないですけど、カーリング外れということでやらかしてしまいました。マグナムアルカトラス、今年2回目ですよね、これね。デジャブですよね。前もいらしたよね、これね前も見たよっていう方はね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますめげずにね頑張るんでまあジョイクロチャレンジ、ものすごいジョイクロ投げてるんだけど難しいよな。ジョイクロめちゃくちゃいいルアーなんだけど、やっぱ簡単ではない。まあだから面白いんだけど、まあ、結局これ巻くだけですけど、これ2回ね、こんなでかいクランク、マグナムクランクがね最近も食ってきてるわけですから、こういうねルアーをどうしてもね大きくて巻くだけでずれちゃうルアーをね結構ぶつかっちゃうんですよね。まあ、それにしてもあまりにも人間系、ほんまなんか一瞬ゴミかと思ってしまった。その一瞬の迷いがバラすっていう。悲しいな。映っとるんかな、どうなんだろうね映っとったら喜ぶ。キャッチできてないけどネタにはなるっていうか一応動画にできるかなっていう気はするんで、まあ、皆さんおすすめですよ。でかいクランク、春にでかいクランク、意外とでかいクランクって春に使わないよね。でかいクランクってなんか秋に使うイメージ僕はあるけど、春にもねいいんですよ。もう2回バラしとるから、とりあえずねそのこいつのマグナムクランクの春の効果っていうのはお見せできてるような気がするんでいいかなって思いますよ。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。